こんにちは。代官山にありますデミエ代表の中島と申します。よろしくお願いします。今日はレイヤーカット、ウルフカット、しっかりさせていただきます。内容としまして、僕3つポイントがあるんです。レイヤーカット、ウルフレイヤー、ウルフカット、その違いって何だろうって感じたことがあると思うんですけど、それを僕なりの理論でしっかりとここの動画で、やらせていただきますので、今日はよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、まずは右側の方を営業ベースのカットで、左側後ほど解説を踏まえて、営業と全く同じようなスタイルで、カットさせていただきます。では早速スピーディーに始めさせていただきます。まずはアウトラインですよね。アウトラインを切っていく感じですね。アウトラインほぼワンレンの状態で切っていきます。で、今回はできるだけ長さを変えずにレイヤーを入れていくっていう一応設定でカットさせていただいております。結構多いですね。長さはあんまり変えたくないけど重たいシルエットを変えていきたいっていう方は非常に多いので、たくさんあるオーダーの中の一つですね。で、一番大事なのはここのレイヤーの高さをどこまで入れるかだと思います。ではちょっとブローのポイントもありますので、そこもちょっとご説明させていただきたいです。僕結構毛先にカールをちゃんとつけてブローをしてカットするタイプです。で、このブローの時のポイントは顔周り、結構しっかりここをもうお客様の顔を包み込むようにしっかりカールを入れていきます。で、レイヤーなんで、レイヤーの部分は前髪が長い方だとやっぱりちょっと後ろに流すパターン。はい。で、ここからドライカットになります。もうドライカットの時点でブローがちゃんとしっかり入ってるので、もうこの時点でレイヤーがちゃんと見える人は見えると思うんですよね。ここの高さでレイヤーが入ってる。で、ドライカットで何をするかっていうと、要は空間を作ってバランスを取る。まあもちろん量も取るんですけど、どっちかっていうと僕の場合は質感を作っていく。レイヤーなので毛先でもうカットはされてるので、量感は取られてる状態なんですよ。で、必要な分の量だけ取って、あとは毛先のバランスを取っていくっていうカットになりますので、ちょっとしっかりやっていきます。よろしくお願いします。で、まずは耳の後ろあたりでブロッキングをしていきます。要はここは外跳ね、もしくは外に流れるような部分になるので、それを意識しながらドライカットでやっていきます。私は笹場です。まずは毛先バランスを取ります。はい。ではアイロンになります。アイロンは今日使うのは32mm のアイロンを使っていきます。で、ブロッキングのポイントを結構覚えていただきたいのと、これは営業でもすごい言うんですけど、お客様にも確実に分かりやすく伝わるように説明をしながらやっていきます。じゃあまずは耳の後ろで前後に割ってください。これはお客様にも全員に説明しますね。最初巻くときはよいしょ、だいたい耳の半分くらいのところでまずはブロッキングします。で、ここは外跳ねですね。外跳ね、無理せず小分けに。レイヤーの場合は表面が短いので、結構アイロン操作が細かく取っていった方が絶対的に可愛いので、それをしっかりやってください。今耳の真ん中ぐらいですね。で、耳の上、これも外跳ね、外跳ね、外跳ね。はい。ではスタイリングですね。最後、僕はどっちかというとナチュラルなオイルをつけるタイプが多いですね。トラックオイルです。ちゃんと手のひらに伸ばして、
で僕は結構内側からつけます。中からつけますね。レイヤーせっかくなんで覚えていただけるとお客様も大変喜びますので、ぜひ覚えてみてください。ありがとうございました。